はい、じゃあそれではフェイスシールドの付け方を説明します。はい、まず汚いんで僕がベタベタ使って触ったんで、拭いてください。はい、消毒で拭きます。はい、そうするとちょっと濡れてると思うんでティッシュで拭きましょう。乾いたティッシュで。はい、乾いたティッシュで拭いてください。ちょっともう一回見して。はい、これね、マジックの跡が手作りなのでちょっとしょぼくてマジックの跡がついているので、これは消しゴムで消えます。それでこの穴が開いてるんですけど、これを、はい、じゃあ次は、わかるやり方。はい、ビリビリって剥がしてください。まず下の部分をビリビリって剥がします。で、面をちょっと浮かしてください。はい、そしたら、はい、それをそう、中に入れます。中に入れて、中に入れて面と一緒に、壊さないでね。しょぼいからね。面と一緒につけてください。そうそう。あ、わかる？うん、そうそう。もっと中にしっかり入れた方がいい。できましたか？装着したの見せてください。はい、こんな感じになります。マジックのとこほとんどつけると見えないので、でも気になる方は自分で消してください。ちょっとかぶってみましょう。気になる人はその中にマスクつけても OK です。でも多分苦しいです。まあ、多少曇りますけどもしょうがないですね。なるべくもうちょっと下にこうやってみ、ヘッドギアごと、そうそうそう、はい、ちょっと多少曇りますけど、はい、こんな感じです。これで少しずつ組み手をやるようにします。ただなるべくマスクすると熱中症苦しくなったりするので、ヘッドギアの中はマスクはなるべくこれをついてるんで外した方がいいと思います。はい、ありがとう。